1957年に、俺たちは天使じゃないで舞台デビューをしたものの、苦しい下積み時代を送ってきた俳優の藤岡拓也さん。その後、テレビドラマ、渡る世間は鬼ばかりシリーズで、優しくも何かと気苦労が多い5人の娘を持つお父さん役を演じ、日本のお父さんとして世間から親しまれるようになりました。また彼はジャズ愛好家としても知られており、ラジオではジャズ番組のパーソナリティとしても活躍。そんな大のジャズ好きとして知られる藤岡さんですが、もともと役者になることは考えておらず、当時はミュージシャンを目指していたみたいですよ。1930年9月4日に兵庫県姫路市で生まれた藤岡さんは、1949年に関西学院大学の文学部に入学すると、ジャズバンドの活動を始め、音楽への道を目指しました。しかし、翌年1950年に結核を患い、病によってその夢は打ち砕かれたのです。大学を中退してから入院と退院を繰り返し、1955年に肋骨を7本も切る大手術を受け、ようやく社会復帰することができるようになったそうです。夢だった音楽の道は断たれてしまい、藤岡さんはカメラマンやラジオドラマのディレクターなど、いろいろな職業を転々とし、その結果、1957年に劇団アシへ入団することになったのでした。その後、俺たちは天使じゃないで、2枚目海軍士官の役で見事に舞台デビューを果たしましたが、なんと登場シーンで大失敗。観客に大笑いされてしまい、彼は舞台上で上京したことを後悔したのだとか。また、平凡な顔立ちであるということから、なかなか芽が出ることはなく、音響など裏方で仕事をしたり、外国ドラマやアニメの声優などをしたりして生活を送っていました。長くて苦しい下積み時代を送っていたようですね。そんな中、1966年に事件記者という NHK のテレビドラマで、病気で降板した清村浩二さんの代役として出演をし、ちょびひげで関西弁を話す記者の役を講演したことで注目を浴びます。その後、清村さんが亡くなったことで、レギュラーへと昇格した藤岡さんは、たちまち人気者となったのです。また、同年に放送された横堀川という NHK ドラマでは、主人公に惚れ込む寄席芸人を演じ、その演技が認められたことで、第4回ギャラクシー賞を受賞。そこから藤岡さんは、映画を中心に社長シリーズなど脇役として出演をして、中小企業で働くお調子者の管理職や中小企業の社長、ずるい小悪党、善良なお父さんといった幅広い役を演じます。こうして有名になっていった彼は、1970年には喜劇頑張れ日本男児という映画で初の主役に抜擢。1984年には橋田壽賀子さんが脚本を手掛けた大家族というテレビドラマに出演をしたことがきっかけとなり、1990年にドラマ渡る世間は鬼ばかりで岡倉という小料理店の主人である岡倉大吉役を演じると、たちまちお茶の間の人気者となったのでした。ちなみに彼は他にも、1987年から1988年に女は一生懸命、1989年に
NHK 大河ドラマの春日局。1991年に、源氏物語、城の巻、下の巻。1992年に、NHK 連続テレビ小説、女は度胸などといった、橋田さんが手掛ける作品に数多く出演しています。橋田さんは藤岡さんの演技を相当認めていたようですね。そんな藤岡さんでしたが、肺炎を患ってしまい、2006年の2月に、渡る世間は鬼ばかりの第8シリーズを降板。もともと糖尿病を患っていたという彼でしたが、その後腎臓も悪くしてしまい、人工透析を受けて闘病生活を続けていたものの、同年の10月に慢性腎不全が原因で76歳で他界したのでした。闘病生活中、藤岡さんは共演者やスタッフ、友達など、すべてのお見舞いを断っていたと言います。このことから、当時は、渡る世間は鬼ばかりのメンバーとの確執が噂されていましたが、実際、確執は一切なく、別に理由があったみたいです。何でも、彼がお見舞いの面会を断っていた理由は、奥様が原因でした。実は、藤岡さんが肺炎で入院をしたのとほぼ同じ時期に、奥様の大腸がんが発覚したのです。藤岡さんは妹の同級生で彼女の親友でもあった奥様と結婚。本名は千鶴という名前でしたが、呼びにくいということから千鶴子と改名をさせたそうです。二人の間に子供はいなかったものの、仲睦まじい夫婦として世間で知られていました。夫の闘病生活を一生懸命支えていた千鶴子さんも、大腸がんという重い病気を患っていたのですね。さらに、すでに彼女の病気のステージは末期状態だったらしく、きっと激しい腹痛や貧血などに襲われていたことでしょう。それにもかかわらず、千鶴子さんは抗がん剤による治療を、副作用によって藤岡さんの看病に支障が出てはいけないと考えて拒否します。自らの命を長くすることよりも、夫婦二人で過ごす時間を選択したのですね。藤岡さんは、病気である奥さんに面会者の応対などを任せるのは忍びないと感じ、また相手にも失礼のないよう面会謝絶を選択したというわけです。ちなみに藤岡さんが亡くなった後、千鶴子さんは激しい痛みと戦いながらお葬式で喪主を務め、その8ヶ月後に他界しました。彼の葬儀と告別式は2006年の10月に増上寺で行われ、最後を看取ったピアニストである岸光明さんによる献奏が行われ、藤岡さんはジャズ奏で天国へと旅立っていきました。渡る世間は鬼ばかりのファンにとって、藤岡さんの死は非常に大きく、岡倉大吉役といえば、彼のイメージが相当根付いていたことでしょう。藤岡さんの代役には宇津井健さんが選ばれましたが、オファーを受けた際に宇津井さんは非常に悩んだのだとか。しかしちょうどその頃、渡る世間は鬼ばかりのファンであった奥様のゆりえさんが癌のために入院していたことからオファーを承諾。きっとゆりえさんに大吉を演じる自分の姿を見せたかったのでしょうね。彼女は宇津井さんが初めて大吉役を演じた回を見て喜び、6日後に天国へと旅立っていったのでした。
温かみのある関西弁で、どこか独特な存在感があった藤岡さんですが、味のある俳優さんがこの世を去っていくのは非常に寂しい気がします。プライベートではお子さんはいなかったものの、奥さんとのエピソードはまさにドラマのイメージそのままです。きっと今頃、天国で夫婦水入らずの時間を過ごしていることでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。